はい、アカシックサーチシンです。安倍元首相銃撃事件ということでお送りいたします。大変痛ましい事件が起こってしまいました。残念ながら亡くなられてしまったということでございます。大変残念なことです。まずは安倍首相、元首相のご遺族の方に対しましてお悔やみ申し上げます。安倍家はですね、浄土真宗、菩提寺が浄土真宗となります。確かそのはずです。なのでご冥福をお祈りいたしますという言葉がふさわしくございません。冥福、冥土ですね、六道輪廻という設定、仏教上の設定ですが、浄土真宗はそれを用いておりません。なのでご冥福という表現は使えません。霊魂の平安をお祈りいたします。たまにですね、ご遺族に対してご冥福ということを言われる方がおられるんですが、ご冥福というのは個人に対しての言葉となりますので、遺族に対しては使ってはいけませんということを覚えておいていただければよろしいのではないでしょうか。犯人ですが、いろいろと動機、あとどういった銃が使われたのかも明らかになりつつありますが、今回は安倍首相現在の状態というこの一点だけサーチをかけたいと思います。安倍元首相、どうでしょうか。ご自身の状況把握されているでしょうかということで、大体こういう場合は全く状況がわからないということが想像されるんですが、正確な状況、自身の状況を把握されている、把握しているというイメージングに対して、こちらの方にサーチをかけるという占いでございます。反応いたしました。ご自身の状況、何が起こったのかということも冷静に理解しているということで反応します。現在怒っているとか、悲しんでいるとか、そういったところの感情を順番にイメージしながら、サーチかけていくんですが、ヒットしたのはですね、落ち着いているという感じですね。達観したかのような、冷静に状況を把握しているという、その怒ったり悲しんだり、そういった感情はまるで、反応しませんでした。さすがだなという気がいたします。今回はこのあたりで終えたいと思います。はい、以上です。それではまた次の動画で。